氷水に一度取るのかというと、麺棒。蒸すよりも茹でた方が。ズワイガニ、ズワイガニのメス、親ガニっすね。まあこれね、普通ズワイガニって足だとかカニ味噌だとかね、身を楽しむ食べ方が多いと思うんですけれど、香箱ガニに関してはね、まあ、ここにねこうやって外子って言って卵を持つので、まあ、このねちょっと楽しみ方の違うカニといった感じなので、まあこれね茹でてバラすだけなんですけれど、そのバラし方など紹介しようかと思います。とカニ茹でていくんですけれど、まずはこれね水に、塩を入れます。と塩の量は、一つまみよりちょっと強めに、塩味がつくくらい塩を加えます。とまあこれね僕の場合はね、まあ、毛ガニだとかこのオスのズワイガニだとかね茹でるときはね結構海水ぐらいの塩分濃度になるまでね塩入れちゃうんですけれど、香箱の場合はねなんといっても卵が魅力だと思っていて、ここのね卵にねどうしてもね塩が入りやすいということで、そこまでね海水ぐらい塩濃くしちゃうと卵に味が入りすぎてしまうので、だからまあねお吸い物程度の塩味を目安にこのね塩を加えて、でここから茹でていきます。とカニの場合はどんなカニでもこれは共通だと思うんですけれど、こっちの向きではなくてこうやってね、お腹を上に向けて茹で始めます。と、まあ、カニってねこれ甲羅のここにカニ味噌が入っているので、まあ、なので仰向けでね茹でた方がカニ味噌が逃げづらいという理由で、この向きでね茹でますかね。火加減なんですけれど、火加減はねもう最初から最後まで強火、もうグツ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 茹でていきます。と、まあカニにね火を入れるときによく話題になるのは、まあ、茹でるのか蒸すのか水から茹でるのかお湯から茹でるのかということなんですけれど、これね結論から言うと、まあ、答えはねないと。もうこれ本当に業者さんによっても職人さんによっても言うことがバラバラなので、好きなようにまあ茹でても蒸しても何でもいいと思うんですけれど、僕の場合はね、このセコガニ大箱ガニの場合は水から茹でて、で、10分ほどねそのまま火にかけます。と毛ガニなんかの場合は沸騰してから、25分ぐらい茹でるっていうイメージですかね。これはあくまで僕の考えなんですけれど、茹でるか蒸すかだったらね茹でた方が美味しいと思っていて、その理由はこれね塩気、あのね食材ってねある程度しっかり塩が効いてないと旨味を感じづらいと思っていて、カニの場合はね蒸すよりも茹でた方がこの身に塩が回りやすいんですよ。まあ、なので僕はね蒸すか茹でるかだったら茹でた方が、まあ、美味しく感じやすいかなと思っているので、茹でるんですけれど、まあじゃあなんでね、毛ガニはお湯から茹でてズワイガニは水から茹でるんだって言いますと、もうこれはねなんかね雰囲気というかそのね確かな理由があるわけではないんですけれど、まあ食べてみたね感じでなんとなくね毛ガニはお湯から茹でた方が美味しく感じるし、ズワイガニはね水から茹でた方が身がね甘くなるような気がするので、そうしています。とね一つ言えるのはね、エビなんかは比較的ねこう火の入るギリギリを狙った方が身が締まりすぎなくて美味しいと思うんですけれど、カニの場合はね火が入ってからも多少ねこう熱を加え続けた方が身の甘みが出やすいと思っていまして、
そうだからこれなんかね正直ね多分再沸騰してから5分ぐらいでね全然火は入っちゃうんですけれど、まあそこから追加で5分ぐらいグツ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 火を入れることで身の甘みが出るんじゃないかななんて思ったりしますかね。でまあエビはね火入れすぎると身が締まって硬くなっちゃうんですけれど、カニの場合はね火を入れ続けても身が硬く締まるっていうことがないので、まあ、だから長時間ねちょっと長めに火を入れると、あくまで僕の場合なので、ほんとね人によっては蒸した方が美味しいよという人もいますし、お湯から茹でた方が美味しいよなんていう人もいますし、これちょっと経験上なんでちょっと分母が少ないんでわからないんですけれど、結構ね関西出身の料理人の方なんかはね水から茹でるっていう、北海道とか北の方出身の方はお湯から茹でるなんて方が多い印象を受けますかね。まあこれもねあくまで僕の身の回りの話なんでちょっとね分母が少ないんではっきりと統計は取れていないので言い切れはしないんですけれど、まあ一応ね参考までにと、ぐつ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 沸いてきたら、このまま10分ほど茹でていきます。で10分経ったら、火を止めてねこれ、お湯からあげます。これねお湯からあげたら一瞬ねこうやって氷水にくぐらせてから、ザルにあげます。でまあこれねなんで氷水に一度取るのかというと、このね氷に取った方がこのあとね殻から剥く時にこの足なんかのね身が外れやすくなるんですよ。まあ、なので、さっとね氷に通してから、ザルにあげます。で、ザルにあげてここから冷ますんですけれど、この時にねこのふんどしを、まあ、こういった形でね外してこうカニを立てておくと、このね、茹でている際に甲羅の中に溜まった水分が下に流れ落ちて、まあ、水っぽくないカニを食べることができますよ。卵はこのふんどしにくっついてくるので、まあ、こういった形でね外して、それぞれ立てかけておいてくださいと。ではこれ卵の間にもね当然水気が入っているので、卵もこうやってねこっち向きで伏せて置いておくと程よく水気が抜けて、まあ、しっかりとね味のするカニが食べられるんじゃないかなと、まあ、こんな感じでね粗熱取ってくださいと。はい。で、粗熱取れたらここからカニを剥いていきます。あ、でねちなみにねこのね黒いつぶつぶ、いやこれ気持ち悪いんですけど、これはねカニビルっていうねヒルの卵で、まあ食べても害はないですし、こいつがついてた方がねカニが脱皮していないから身が詰まっているなんて言われたりもしますかね。まあ剥くときはね、まあ、まずは甲羅を外すんですけど、甲羅はねこれまあ持って上に引き上げれば簡単に外れますと。甲羅を外したら、まあ、まずはねここにあるカニっていうね、まあ、カニのエラっすね、このエラを外しますと。でまあこれねエラはね食べても美味しくないですし食感も悪いので、このね食べられない部分をまず最初に外してしまいますと。まあ次ねここを外していくんですけれど、カニっていうのはね実は体の外と内側に2つね卵を持っていると。このオレンジのがね内子と呼ばれるカニの卵なんですよ。なので、まあ、まずはこのね内子をこんな感じでね取り分けますと。まあ、であとねこの茶色いのはカニ味噌なので、このカニ味噌なんかも一緒にねこうやって甲羅の方に取り分けておくと、まあ美味しく食べられますかね。まあ、こっちのねオレンジのものが内子と、でこっちのふんどしにくっついてるね、つぶつぶなものが外子と呼ばれる卵でして、まあこれね2つ卵があるっていうと、まあ、衝撃的な感じがするんですけれど、
まあこの2つの関係はね、数の子と子持ち昆布みたいな。これね、外子っていうのはね、もう産卵した後の卵なんですよね。で、内子っていうのは産卵前の卵。そう、だからまあこっちは卵巣で、こっちはもう産み終わった卵って感じなんですよね。まあ産み終わった卵をお腹に抱えるから、このね、どうしても2個卵を持ってしまうと。最初にね、今回は身をばらしていきますと。で、身をばらすときは、まあ、まずはね、こんな感じで真ん中で半分に割りまして、それぞれね、足を外していきますと。で、足を外すときはね、これね、こういった形で手でね、関節を折っていくと骨がね、一緒について抜けてくるので、包丁使わずに手でばらした方が、この後ね、食べる時に身に骨が残らずに食べることができますよと。で、まあこう足だけになったら、今度はね、足の関節を逆に折りますと。そうするとこの中に入っている骨が抜けるので、まあこうすることでね、食感のいいカニの身が食べられますよと。まあこれ爪なんかも一緒ですよね。こうやって反対に折るとこんな感じでね、骨が抜けるので、小さい関節ここもね、まあこうやって折って外すと同様にね、こう骨が抜けるので、こんな感じでね、骨抜いてさばいてくださいと。はい。で、まあこんな感じでね、まあ胴体とこの卵類と足とって感じで分けれたら、ここからカニの身ほぐしていくんですけれど、まあまずはね、この胴体ね。で、胴体はね、まあさばくのが簡単というか、あの別動画のね、毛ガニのさばき方ってやつを参考にしてほしいんですけれど、まあこんな感じでね、半分に割って、あとはこうやってね、箸だとかカニスプーンだとかで身をほぐすだけと。ではこれね、上と下で、こっちのね、まあ内側に当たる部分は簡単に身がむけますし、外側の方はちょっとね、入り組んだ構造をしてるので身がね、ほぐれづらいですしと。細かい足はこの辺はね、もうね、包丁で半分に割って、でね、まあ正直そんなにね、身も取れるわけじゃないので、まあ胴体とね、一緒っすよね。こう半分に割ってスプーンだとかなんか細いね、箸だとかでこう身をかき出してと。こっちはね、正直ほとんどね、食べる身がないので、まあ気持ち程度にね、カニスプーンなりね、箸なり、まあ適当にね、身をかき出してくださいと。続いてね、この足の太い関節、ここはね、正直ね、こう半分に割って剥いてしまうなんて人もいるんですけれど、このね、身はまあ一番大きく取れるというのと、あとね、ここのね、赤色が結構綺麗に出るので、ここをね、綺麗に剥くと盛り付けがね、結構綺麗に見えるので、まあなので、ここはね、僕の場合はね、結構しっかり剥きたいなと思っている部分でして、まあ剥いた時のこの断面というか不揃いな部分があると思うので、まあ、まずはここを切り落とします。切り落とす位置としては、足がここからね、だんだん細くなっていくじゃないですか。この位置から細くなっていくので、その細くなっていく境目で、切り落としますと。切り落とした端はこれ身が詰まっているので普通にね、かき出せばいいんですけれど、まあ、こっちのね、残った関節、こっちはこれね、綿棒を使って端から押し出すように身を取り出していきますと。まな板の適当な位置に置いて、綿棒で体重をね、こうかけながら
こう綿棒を転がしていくと綺麗にね身が取り出せるので、まあ、このねで裏は白いし表は赤いしでこの赤をこう綺麗に取り出してあげると盛り付けがねなかなかに綺麗に盛れるのかなと思うので、これだから殻をこう割りながら潰しながら身を押し出していくといったイメージですかね。まあ茹で上がった後にこの氷水に一回落としたじゃないですか。あのね氷水に落とす手間を省くと、まあ、なんかこのね赤色が残りづらい気がするので、僕はね氷に落とすようにはしていますかね。足の身取り出せたら、まあ、別でね取り置きますと。続いてこれ内子ね、まあ内子はねこの卵とカニ味噌とを、まあ、一緒にね食べてしまう場合が多いので、まあ、だからね内子の場合はここに膜がついてるんですよ。なのでこの膜とねあとこのくちばし、このくちばしをこういう感じでね押し込んで、でまあそうするとこうね外れるので、ここの、食べられる部分と硬い部分と分けてという感じですね。まあこれね普通に手で触れば簡単にね、あここ食べれそうだなとかここ硬そうだなとか分かると思うので、これをほぐしてと、さっきからセコガニだとか香箱ガニだとか言ってるんですけれど、これはね地域による呼び名の差でズワイガニのメスのこのね卵を持った状態のことを香箱ガニって呼ぶ地域もあれば、セコガニと呼ぶ地域もあれば、コッペガニって呼んだりだとか、あと親ガニって呼んだりだとかね、まあさまざまな呼び方があるという感じですかね。ちなみにねこれね資源保護の関係でだいたいね11月12月しか出回らないっていう、だからほんとね2ヶ月ぐらいしか食べられない結構貴重なカニだったりしますかね。まあこれねカニ味噌とこの内子と取り分けたら適当に崩して、でまあ混ぜてと、でこれあのカニ味噌と内子は適当にね崩しつつ和えつつと、別々でね食べたかったら内子は内子だけで分けてもいいんですけれど、僕はねこれ2つ混ぜちゃった方がなんとなくね美味しく感じますかね。でまあ崩しすぎると食感はなくなってしまうので、その辺の加減はねお好みでと。外子なんですけれど、外子はねこれね簡単に外れそうに見えるんですけれど、これはね中心で白くてね硬い筋でつながっているので、ちょっとずつちょっとずつほぐしていくと。そうだからこうちょっとねほぐすと出てくるんですけれど、白い筋でカニが卵を抱えているという状態なので、だからまあこれをほぐしていくっていうイメージですかね。まあでね、まあ、今回ねこう生きたカニをそのまま茹でたんですけれど、香箱ガニのね流通はね池とあと浜茹でって言って、まあ取れたね漁港で茹でて出荷されるパターンがあるんですけれど、これねどっちが美味しいかっていうのは正直微妙なところで、例えばねカニなんかね餌がなくても 4,5 日は余裕で生きてしまうので、まあ、生きたまま市場に届いて5日経ったカニと浜でね取れたてをすぐ茹でて出荷されたカニだったら、浜で茹でられて出荷されたカニの方が美味しいですし、あとね当然茹でたカニも2日3日4日とどんどん味が落ちていくので、出荷されてから時間の経ったカニだったら、まあ、1日2日ね経って生きた状態で市場に届いて、でそのカニをお店なんかで茹でて食べた方が美味しいですしと。そうだからまあその辺はね
業者さんとの信頼関係で、まあいいものを仕入れれば美味しく食べることができますよと。一概にね、生きた状態のカニを仕入れたから美味しいとも言えませんし、浜でねすぐ茹でられたカニでも食べるまでに 4,5 日経ってれば当然ね風味も味も落ちますしと、その辺はうまいこと買い物してくださいと。外子はバラせましたと。さっき言ってたね、白い筋っていうのは、まあ、こういった感じでふんどしの中にね入っているので、まあ、これをねうまいことバラしながら、外子を外してくださいと。バラすと、これはあのほぐし身と足の身とで内子外子という状態になっているかと思うので、まあ、あとはね盛り付けなんですけど、これはね、まあ、甲羅に戻すと結構ね見栄えがいいのかなと思っているので、これ甲羅に戻していきますと。甲羅に戻すっていうのはよくあるパターンなんですけれど、結構多いのが、まあ、内子だとかね外子をこう甲羅の内側に詰めて、最後この足でねこうやって覆っていくっていう、まあ、よくあるパターンではあるんですけれど、僕はね、まあ、この香箱ガニの魅力はこの内子と外子だと思っているので、まあ、なんとなくねこいつらが外側に来た方が綺麗に見えるかなと思っているので、まあ、まずはほぐし身を甲羅の底に敷き詰めて、で、半分にねこっちの足の身を詰めていきますと。足の身ね詰めるときは表と裏でね、表側は赤が綺麗に出ているし、裏側は、まあ、若干白っぽいしと、なるべく赤を見せるように、甲羅に戻していきますと。だいたいねこの甲羅の半分ぐらい、この足を敷き詰めますと。今度、ここにね内子を詰めていきますと。内子はねこれカニ味噌と混ぜてはいるんですけれど、このなるべくねこの綺麗なオレンジが目立つように外側に盛り付けていきますと。最後、余ったねスペースにこの外子を詰めていきますと。内子と外子と、カニ足とと、まあ、こんな感じで、ね、盛り付ければ美味しそうに見えるんじゃないかなと思いますんで、まあ、この辺はねそれぞれ好きなようにアレンジしてくださいと。カニっていうと高級品なイメージがあるんですけれど、まあ、1年でね2ヶ月しか出回らないメスのズワイガニ、香箱ガニ、セコガニ、まあ高いは高いんですけれど、まあぜひね機会があれば食べてみてもいいんじゃないかなと。ということで、セコガニ、香箱ガニの、茹で方、さばき方でしたと。以上です。